栽培マニュアル皆さんお持ちかと思うんですけど、まあ、そこにも一応記載はされてあるんですけど、まあ、果実のなるところの側枝の直径が、まあ、太いものほど、まあ、果実が大きくなるっていうようなデータが見て取れました。で、大体大きくする果実なんですけど、まあ、側枝直径がですね、25ミリ以上のもの、どこら辺？これぐらいの太さのところに、まあ、優先的につけてもらえれば、まあ、比較的大きいものが取れるのかなというようなデータが取れました。でまた皆さん多分お持ちの遮断ついた栽培マニュアルあると思いますので、まあ、そちらの方を見ていただくと、まあ、データ数値で載ってますので確認していただけたらと思いますのでよろしくお願いします。確かにあったね。